ミス、和田コーチも批判していた。さすがに許せん。裏ミソさんの投稿、裏垢で、地奈役として活動していることが判明した。その投稿は目に余るものがあり、中日ファンの間で話題となっている。そして、和田コーチまでも批判していた知った中日ファンの怒りは、ピークに達している。数少ない有能コーチを批判するな。今年のトレンドは雑音で決まりやな。和田さんはさすがにかわいそう。さすがにこれは言い過ぎなんじゃね？何が問題かって、誹謗中傷はダメって本垢で言いながら、裏でやっていたこと。本当にあかん。もう終わりだよ、この界隈。いろいろな選手からもフォロー外されてたしね。しっかりと本性暴かれててくさ。さすがにこれ見てドン引きした。立浪政権以前は、ポジティブな発言しかしていなかった。彼は本当に変わってしまった。裏味噌は何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。